林家玉平は落語家、落語協会所属の2つ目、俳優、ラジオパーソナリティ、父親は9代目、林家正蔵、弟は林家ポン平、姉は一般人、おじは2代目、林家三平、祖父は初代林家三平、祖祖父は7代目、林家正蔵、本名、海老名康資料。 1994年5月29日、9代目、林家正造の長男として、東京都台東区根ギ市に生まれる。入門前の6歳頃から、林家小豚の名前で、初代三平一門の講座に上がっていた。また、2歳下の弟、ポンタイラも、林家喜ぶとして、幼い頃から初代三平一門の講座に上がっていた。明治大学附属中の中学校、 高等学校時代には、ラグビー部に所属した、高校卒業後の2013年4月、実の父である9代目、林家正蔵に入門した。1年4ヶ月の見習いを経て2014年8月、前座となる。前座名は、玉平。2017年11月、春風一等と共に二つ目に昇進した。親子4代にわたって、落語家になるのは、 落語界で史上初の快挙である。日曜劇場、ノーサイドゲームにて、ドラマ初出演を果たした。2019年11月には、目覚ましテレビのマンスリーエンタメプレゼンターを務め、カルベ新一アナウンサーと、鈴木優イアナウンサーと共に、エンタメ情報を伝えた。また、商店特大号の、若手大喜利にも、ザフトン運びとして、不定期出演をしており、たびたびお 二代目三平とも共演している。ありがとうございます。